ジークフリートの竜殺し、グラムの切れ味を試すシグルズクリームヒルトと分かれる、ジークフリートジークフリートは、ゲルマン神話に登場する戦士である。コノルド語では、シグルズ、中高ドイツ語では、ジーフリトという。竜殺しの英雄として知られ、竜殺しや、ファーブニル殺しといった二つ名で呼ばれることもある。メロビング長、フランク王国の頃の人物をモデルにしていると考えられており、 有力な候補として、シギベルト一世がいる。かつては、トイトブルク森の戦いの勝者であるアルミニウスとの関係が論じられたこともあった。純粋に神話上の人物であるという説もある。ジークフリートの物語が確認できる最古の例は、スウェーデンのルーン石碑やブリーテン諸島の石十字に掘られた図画で11世紀に遡る。北欧と大陸ゲルマンの伝承のいずれにおいても、 ジークフリートは、女上部ブルンヒルトを欺いて、ブルグント王、グンテルと結婚させ、後に妻クリームヒルトとブルンヒルトの抗論をきっかけに死ぬことになる。竜をはほふって、ニーベルング族の秘宝を得るくだりも双方に見られる。しかし、北欧と大陸ゲルマントで内容の一致しない部分も少なくない。ジークフリートの登場する文献で、特に重要なものは、ニーベルンゲンの歌。 ボルスンガサが死のエッタである。他にも中近世スカンディナビアバラットをはじめとしてドイツやスカンディナビアの様々な文学作品に登場する。19から20世紀においてはジークフリートはドイツのナショナリズムと強く結びつけられた。この頃の特に有名な本案としてリヒャルト・アーグナーの楽劇ジークフリート神々の黄昏があり彼の創造した人物像は 以降のジークフリートのイメージに大きな影響を与えた。シズレクの佐賀はジークフリートの物語を一家のように締めくくっている。皆曰く、その姓は、優風降雪にして、雷落吹き、他に並ぶものなくして、古今、独歩の大豪傑なりと。その名は、ドイツの民のみならず、北の人々の口からも生き生き生き生えること、なかるべし。コノルド語の語形。 シガースアとドイツ語の語形ジークフリートは、いずれも最初の要素は、勝利を意味する、ゲルマンソ語、死にマイナスで共通しているが、続く要素が異なっている。ジークフリートでは、平和を意味する、ゲルマンソ語のフレスだが、シガースアでは、過去を意味する、ゲルマンソ語オードとなっている。このように語源は異なるが、現存するスカンディナビアの文献では、 大陸で友人行くフリートが自分たちが言うところのシグルズであると考えられていたことが明らかである。中高ドイツ語における基本語形はシーベレットないしサイフレットで要素シギマイナスが短縮されている。この語形はシーゲベレットや中期オランダ語のザジベレジットと並んで英 u c 以外の文脈では一般的なものであった。初期新行ドイツ語では セイフレットやスーフレットと綴られるようになる。現代の語形ジークフリートは17世紀まであまり見られないが以降一般化する。学術的な表記として最近ではシーゲフレットが用いられることがある。このルゾ語のシガースアはもともとの語形シーゲバサーを宿約したものである。これをさらに遡るとシンギウォーサーとなる。デンマーク語の語形。 C ワードはこの形から直接派生したものである。ハーマン・ライカートは他の個人名で用いられるのはバルスアの語根で、VRR の形が見られるのはシュグルズの名前のみであると述べており、これはおそらく世俗的な意味しか持たないバルスアに対して VRR には宗教的な意味があったのかもしれないとしている。どちらの名前がより古いのかについては意見が対立している。 ジークフリートに相当する名前が確認できる。最初の例は、7世紀にアングロサクソン勢力下にあったケントにあり、アングロサクソンが勢力を広げた9世紀には、イングランド全域でよく見られるようになる。ジャンダークミューラーは、7世紀までジークフリートに相当する名前が見られないことからして、シグルズの方が、元々の語形をより反映していると主張している。ボルフガング・ハウブリッヒは、 二言語が用いられていたフランク王国において元々のシギウォードがロマンス語の影響を受けてジークフリートの語形が発生したとした根拠として音声学的にはドイツ語のジークフリートはロマンス語ではシーゲバートの語形を取ると考えられるがこれはドイツ語シーゲフレットのロマンス語形でもあることを挙げているまたシーゲバートはロマンス語ではシーナベールの語形を取ることも 十分にありえモデルとして想定されているシギベルト一世とのつながりも考えられるという。もう一つの可能性として、アングロサクソンのイングランドにおいて、フレスやマイナス、ファースといった変形が見られることから、シギウォードの R が音くらい転換を起こしたという説にも触れている。一方、ハーマン・ライカートは、12世紀以前のドイツやイギリス、アイルランドにおいて確認できる。 ジークフリートに相当する名を持つスカンディナビアの人物は、より後世のスカンディナビアの文献において、機械的にシグルズに相当する名前に変更されていることを指摘している。スカンディナビアの外では、シグルドに相当する語形は11世紀以前に現れず、スカンディナビアにおいてもより古い文献でシグフローゼアや、シグフレズは、シグフローゼアと呼ばれていた人物が、後世、 シガースアと呼ばれるようになる例が見られる。これらの証拠から、ライカートは、スカンディナビアにおいてもジークフリートに相当する語形の方が古かったと主張している。ゲルマンの英雄団に登場する他の多くの人物とは、異なり、ジークフリートを実在した人物と同定することは容易ではない。定説となっているのは、ジークフリートがメロビング長 フランク王国の一人ないし複数の人物を起源にしているのではないかということである。メロビング長には死にマイナスの要素から始まる名を冠する王が複数存在する。特にアウストラシアのブルンヒルドと婚姻を結んだシギベルト一世の暗殺がジークフリート像の形成にインスピレーションを与えたとされることが多い。この説が 初めて登場したのは1613年のことである。シニベルトは、弟妻、フレデグンドによってそそのかされた弟キルペリク一世によって暗殺された。もしこの説が正しければ、伝説においては、フレデグンドとブルンヒルドの役割が史実と入れ替わっており、キルペリクは、グンテルと差し替わっていることになる。しかし、この対応関係は厳格なものではなく、 すべての学者に受け入れられているわけではない。イエンス・ハウスタインによれば、ジークフリートの物語は、メロビング・長の余韻を残しているように見えるけれども、具体的な人物や出来事とのつながりという点では、納得のいくものは、全くないという。もう一つの説として、ジークフリートとその竜殺しは、西暦9年にアルミニウスが、トイトブルク森の戦いで、 プブリウス・クインクティリウス・アルスを打ち破った出来事を神話化したものであるというものがある。歴史家のフランツ・モネはジークフリートを複数の人物像を統合したものであると考えており、1830年に初めてジークフリートとアルミニウスのつながりを指摘した。1837年、アドルフ・ディースブレヒトはジークフリートはアルミニウスが神話化されたもので、竜は ローマ人を指しているという説を唱えた。最近の学者では音を、エ・フラーがこの立場を取り、アルミニウスのゲルマンにおける名前がセギフリスズであった可能性があるという説を1959年から述べている。彼は、北欧の伝承でシュグルズが竜をほふった地である、グニタヘイズの名前はトイトブルク森の戦場を示しているとも述べている。現代では、基本的に、 ジークフリートとアルミニウスの関係は根拠の薄いものとして無視されている。それでもなお、ジークフリートがアルミニウスをモデルとするという説は、学会の外では広まり続けており、デアシュピーゲルのような著名な雑誌に載ることもある。ジークフリートは歴史的起源を持たない純粋に神話上の存在で、あるとする説もある。19世紀には、オーディミア・バルドル、 フレイといったゲルマンの神々にまつわる物語から、ジークフリートが派生したとする学者が存在したが、このような派生関係は今では支持されていない。カタリン・ザラヌは、ジークフリートの竜殺しは、究極的にはインドヨーロッパ語族的起源を持っているとし、その物語が、後世に、シギベルト一斉暗殺と結びつけられたと主張している。 国産展のジークフリートのレリーフ大陸ゲルマンにおけるジークフリートの伝承が文字に起こされるようになったのは1200年頃のニーベルンゲンの歌からである。ゲルマンの伝承ではジークフリートはニーダーラントと呼ばれる王国と関連付けられている。中世後期の英雄本3文ではこのニーダーラントをボルムス周辺地域に否定しているがギービッヒの王国とは別の国であるとしている。 ジークフリートの主王デンハイムにあるジークフリートの泉。オーデンバルトで殺害されたジークフリート最後の地とされる候補の一つは係りし、頃のジークフリートについて、ニーベルンゲンの歌では二つの矛盾した描写がある。本筋を覆う限りでは、ジークフリートは、父王ジークムントと母ジークリントの間の王家の血筋として生を受けたとある。しかし、ブルグント王国の姫、 クリームヒルトに求婚するためにそのシュトボルムスを訪れた際、ブルグントの神とロニエのハゲネは別の話を語る。ハゲネによれば、ジークフリートは、ニーベルングの秘宝、メイケンバルムンク、着た者の力を12倍にする隠れ身のタルンカッペを手に入れた、ドローの戦士であるという。加えてハゲネは、ジークフリートは竜をほふり、その血を浴びて、 角のごとく傷つくことのない強靭な皮膚を手に入れたという話をする。いずれにせよ、若きジークフリートの冒険については、その後の物語に直接関連する部分だけが取り上げられている。クリームヒルトへの求婚を成功させるため、ジークフリートは、ブルグントの王である、グンテル、ゲルノート、ギーゼルヘルという儀を結ぶ。 アイスランド上をブリュンヒルトに求婚することを決めた、グンテルは、クリームヒルトとの結婚を許す条件として、ジークフリートに求婚の手伝いをさせる。その過程で、二人はブリュンヒルトに嘘をつき、ジークフリートは、グンテルの進化であるということにする。ブリュンヒルトに求婚する者は、様々な力試しを完遂せねばならず、さもなければ、ブリュンヒルトによって殺された。 ジークフリートはタルンカッペを用いて力試しに挑むグンテルを助ける。ボルムスに戻るとグンテルとブリュンヒルトの結婚に引き続いてジークフリートはクリームヒルトと結婚した。しかしグンテルはその書やブリュンヒルトの抵抗に遭い帯で縛り上げられて天井から吊るされる。次の晩ジークフリートはタルンカッペを使ってブリュンヒルトを組み伏せその隙に グンテルはブリュンヒルトとの共根を果たす。ジークフリート自身はブリュンヒルトと寝たわけではなかったが、彼女の帯と指輪を手に入れて、後にクリームヒルトに渡す。ジークフリートとクリームヒルトに息子が生まれ、グンテルと名付けられる。しばらくしてブリュンヒルトとクリームヒルトは、どちらの立場が上かで争いになる。ブリュンヒルトは、クリームヒルトが所詮進化の妻と思い込んでいたのである。 果たして、ボルムスの大聖堂に、どちらが先に入るかをめぐって二人の王妃は、口論になる。ブリュンヒルトが公然とクリームヒルトを、進化の妻だと言って癒しめると、クリームヒルトは、ブリュンヒルトの処女を奪ったのは、本当は、ジークフリートだと言い,い、その証拠として、自身が持つブリュンヒルトの帯と指輪を出した。ジークフリートは、もちろんこれを公然に否定したが、 ハゲネとブルムヒルトはジークフリートを殺すことにし、グンテルも黙認した。ハゲネはクリームヒルトを騙して、ジークフリートの弱点を聞き出し、グンテルはジークフリートをバスケンバルトでの狩りに誘う。ハゲネはジークフリートが泉で喉の渇きを癒している隙に槍で弱点の背中を貫く。ジークフリートは致命傷を負うもなお、ハゲネに反撃し、ブルグン島を呪って死んだ。 ハゲネは、ジークフリートの死体をクリームヒルトの寝室の外に、投げ捨てる。クリームヒルトは大いに嘆き、彼は、ボルムスに埋葬された。ニーベルンゲンの歌しい広本と呼ばれる写本では、文中の地理に、若干の変更が加えられている。このテクストでは、ジークフリートは、傍受でなくオーデンバルトで殺されたことになっており、語り手曰く、今なおオーデンハイム村の近くにその泉があるという。 また、ジークフリートは、ボルムスでなく、ロルシュに埋葬されたことになっている。大理石の石棺に収められたという記述もあり、これはおそらく、ロルシュの大化の後に掘り出されて教会に展示されていた、実際の石棺と関連付けられたものであろう。ディートリヒト・ジークフリート、ボルムスのバラ園では、ジークフリートは、クリームヒルトと婚約しており、 ボルムスのバラエを守る十二勇士の一人となっている。クリームヒルとは、ジークフリートの勇気を試すべく英雄、ディートリヒ・ホンベルンと戦わせようと考え、ディートリヒとその配下十二人を招いて、自身の十二勇士と決闘させた。決闘が始まろうというとき、ディートリヒは、最初、無敵の皮膚を持つジークフリートとの戦いを拒否する。 ディートリヒはシヒルデブラントが死んだという巨報を聞くや激光して戦う気になり、その怒りの炎でジークフリートの皮膚を焼いた。こうしてジークフリートの守りを破ったディートリヒはジークフリートを剣で貫く。ジークフリートは恐れをなしてクリームヒルトの膝元へ逃げ帰る。死んだはずのヒルデブラントが再び姿を現したのでディートリヒは住んでのところで、 ジークフリートを殺さなかった。ニーベルンゲンの歌では、ジークフリートとクリームヒルトは、正式には婚約しておらず、婚約者とするバラエンでの描写と一致しない。バラエンは、ニーベルンゲンの歌に、大いに依拠しているものの、クリームヒルトの父親が、ニーベルンゲンの歌でのダンクラートでなく、ギービッヒとなっていることなどの細部の違いを見ると、歌になり、 古い伝承を一部含んでいることがわかる。こういった細部には、シズレクの佐賀と一致しているものがある。バラエン映写本では、ジークフリートはエッケリヒという単野に育てられたということになっている。シズレクの佐賀は、このルド語で書かれているが、大半はドイツ語の交渉や、おそらく、ニーベルンゲンの歌などのドイツ語文献からの翻訳であるため、本校ではここに記述する。 シズレクの佐賀では、ジークフリートは、シグルズと書かれたり、ジークフリートに相当する、シグフレーズと書かれたりする。彼は、タルルンガラントの王シグムンドと、オフィスペインのシシベの愛の子である。ある日シグムンドが戦争から戻ってくると、火が妊娠していることに気がつく。彼女の不定を確信した、彼は彼女を、シュバーベンの森に追放し、そこで、シグルズは生まれる。 しばらくしてししべわしに一匹のメジカから父をもらって生き延びたシグルズはタンやミーミルによって発見される。ミーミルはこの少年を育てようとしたが、シグルズがあまりに粗暴なため弟のレギンのところに送った。レギンは竜に変化しており、あるいはこの少年を殺してくれるのではないかと考えたのである。しかし、シグルズはレギン竜を帰り討ちにしてしまう。 シグルズがその血を舐めると鳥の言葉がわかるようになり、そこからミーミルの裏切りを知る。彼は、竜の血を自分の体に塗りつけて強靭な皮膚を手に入れ、ミーミルのところへ戻る。ミーミルは彼をなだめようと武器を与えるが、結局、シグルズは彼を殺した。その後、シグルズは、ブリュンヒルドと出会い、名バグラニをもらい受けて、ベルタンゲンランドのイスング王のところへと向かう。ある日、 ベルタンゲンランドを訪れたシズレクは3日3番シグルズと決闘をする。はじめシズレクはシグルズの硬い皮膚を破ることができなかったが3日目にミムングと呼ばれる剣を手に入れついにシグルズを打ち破る。その後シズレクとシグルズはグンナル王のところへ馳せ参じシグルズは王妹クリームヒルドと結婚する。シグルズはグンナルにブルンヒルドと結婚するようにめ。 二人で彼女の元に向かう。ブリュンヒルドはシグルズと結婚の約束をしたと言い張るが、最後にはグンナルとの結婚を承諾する。しかし、ブリュンヒルドはグンナルとの共にを拒否したため、シグルズはグンナルの許可を得て、グンナルに化け、ブリュンヒルドの処女を奪い、その怪力を失わせた。二人はブリュンヒルドを伴い宮廷へと戻る。しばらくして、 グリームヒルドとブリュンヒルドは自分たちの立場の上下について口論となる。ブリュンヒルドはシグルズは高貴な生まれではないというと、グリームヒルドはブリュンヒルドの処女を奪ったのがグンナルでなく、シグルズであると暴露する。ブリュンヒルドはグンナルとホグニを説得して、シグルズを殺させようとし、ホグニは狩りの途中泉で水を飲むシグルズを殺す。二人は、 シグルズの死体をグリームヒルドの寝台に投げ置き、それを見たグリームヒルドは嘆き悲しむ。シズレクの佐賀の作者は、幾分なりとも一貫性のある物語を作るために、参考にした交渉や文献から、多くの変更を加えている。スカンディナビアの遺説への言及もあり、スカンディナビアの聞き手が知っている物語に合うように、細部を変更したようである。 特に少年期のシグルズの物語は、北欧のものと、後の、格式化したザイフリートの歌に見られる大陸ゲルマンの伝承だけでなく、他に、天虚の見当たらない親についての話を組み合わせたものになっている。シズレクの佐賀には、シグルズが、ニーベルング族の秘宝を勝ち取ったという話は出てこない。英雄誌、ビテロルフト・ディートライプの後半では、 ニーベルンゲンの歌に登場するブルグントの英雄たちとディートリヒ・ホンベルンにまつわる物語軍の英雄たちとの間の戦争が描かれている。これはボルムスのバラエンの影響を受けたものと考えられる。この文脈の中で最初は及び腰だったディートリヒがジークフリートを破る決闘の場面も取り上げられる。この文献ではジークフリートと英雄、 ハイメの決闘についても書かれている。ジークフリートは、ハイメの名剣、ナーゲルリングをはたき落とし、両軍はこの剣をめぐって、戦闘になる。ニーベルンゲンの歌でも遠回しな言及があった、ディートリヒがジークフリートを人質として、エッツェルの宮廷へと連れて行くという話がこの詩でも、語られている。いわゆる、英雄本三文は、古くは、 ディー・ボルト・フォン・ハノベによる1480年頃の写本に記載され、1590年頃まで印刷本の序章として含まれた3文である。これは、ニーベルンゲンの歌に含まれず、シズレクの佐賀と一致する内容を持つ交渉の転居として、最も重要な資料の一つとされている。英雄本3文にはジークフリートに関する記述はあまりない。ジークフリートは、 ジーク・ムント王の息子であり、ニーダーラント出身、クリームヒルトと結婚したとされる。しかし、他の資料に見られない内容として、ディートリヒ・ホンベルンがジーク・フリートを殺し、その復讐を図るクリームヒルトがイッツェルの宮廷での、惨劇を指揮したというものがある。これによれば、ディートリヒはジーク・フリートを、ボルムスのバラ園で殺したとされる。交渉では、このようなバージョンもルフしていた可能性がある。 ジークフリートは、クリームヒルトを助けるために竜と戦う中世、後期から初期近代にかけての英雄バラットの一つである。格式化したザイフリートの歌は、若き日のジークフリートの冒険を語るものである。多くの細部において、ニーベルンゲンの歌に関するコノルド語文献や、シズレクのサガとの一致が見られ、ドイツにも、北欧と同様の内容が交渉されていたことを示している。 格式化したザイフリートの歌によると、ジークフリートは、その素やな振る舞いのために、不王ジークムントの王宮から放逐され、森に住む、タンヤ氏に育てられた。ジークフリートのあまりの無機動さを持て余した、タンヤ氏は、竜に、ジークフリートを殺してもらおうと格索する。しかし、ジークフリートは竜を殺すことができたばかりか、他の森の怪物どもを皆木材で足止めし、 そのまま燃やし尽くしてしまった。角質のように硬いと言われる竜の皮膚が溶け出し、ジークフリートがそこに指を浸すと、皮膚が角質のように硬化した。そこで彼は全身を浸したが、一箇所だけ浸らない部分が残ってしまった。その後ジークフリートは、偶然にも、ボルムスのクリームヒルドビメをさらった、別の竜の痕跡を見つける。ドワーフのオイゲルの助けを得て、巨人。 クペラーンを撃ち倒したジークフリートは、クリームヒルトの囚われた山への鍵を得る。姫を救い竜をほふり、果たしてジークフリートは、山の中で、ニーベルングの財宝を見つける。しかし、オイゲルは、ジークフリートは、あと8年しか生きられないと予言する。財宝を使うことができないと知って、ジークフリートは、ボルムスへの道中、ライン側へ財宝を捨てる。 ボルムスへ凱旋したジークフリートは、クリームヒルトと結婚し、姫の兄弟グンテル、ハゲネ、ギーゼルヘルと共に共同統治を行うが、彼らの不況を買い、8年後殺されてしまう。3人の英雄のフレスコがアイスランド修道院長、スベラノ・ニコラウスは、ベスト・ファーレンを旅行中、パーダーボルンの南にある2つの村の間で、ジークフリートが竜をほふったと言われる地を見かけたと、記録している。 13世紀中頃のルローの吟遊主人デル・マーナーの作品、ジークフリートの詩は、ニーベルングの秘宝と並んで、ドイツの宮廷で人気を博していたと言われている。ボルムス氏の年代記によると、1488年に皇帝フリードリヒ3世が町を訪れた、際、聖、マインハルト聖セ,セシリア教会の墓地に、巨人、ジークフリートが埋葬されているという人々の話を聞いたという。 フリードリヒは墓を掘り返すように命じた。あるラテン語の資料には彼は何も発見できなかったとあるが、ドイツ語の年代記には普通より少し大きい人骨が出てきたとある。スカンディナビアにおけるシグルズの物語は大陸の伝承とは対照的にゲルマン神話との強いつながりを示す。これは旧来の説では本来の物語により近いことを示しているとされたが、 近年ではスカンディナビアにおいて独自に発展した伝承であるという見方がされてきている。スカンディナビアにおける伝承に大陸の天居よりも古い要素が含まれているのは確かだがアイスランドとスカンディナビアのキリスト教家の文脈においてその大部分が変容したと考えられている。異教の神々が頻繁に登場することはこの物語がキリスト教系以前の すでに終わった時代のものであることを示すことになる。スカンディナビアにおけるシグルズの最も古い天居は石碑図画であるが、これらは物語に関する知識がなければ理解が難しいため他の天居の後に掲載する。シグルズ著産スヌリストルルソンによって1220年頃に編纂されたとされる、いわゆる三分のエッタは絵画石碑を除けば、 シグルズの生涯を描いたスカンディナビアの資料の中で最も古いものである。スノーリは死後法と呼ばれる詩の数章においてシグルズの物語に触れている。ここで語られる内容はボルスンガ・サガのものと非常によく似ているが、それよりも明らかに短い。死後法ではシグルズの復讐についての言及はない。また、シグルズは小図という地で育ったとされる。 シグルズは、キャルプレク王の下で育てられ、タニヤシ・レギンから、メ犬ケングラムを受け取り、グニタ・ヘーズの地で穴に潜み、下から、ファーブ・ニル・竜の心臓を貫いて撃った。シグルズは、竜の血を舐め、鳥の言葉がわかるようになり、レギンが、竜の黄金を奪うため自分を殺そうとしていると知る。彼は、レギンを殺し、ニーベルングの秘宝を我がものとした。シグルズは、 財宝を持って去り、途中バルキラアのブリュンヒルドの鎧を切り裂いて目覚めさせて、牛貴王のもとへ向かう。宮廷に着いたシュグルズは、牛貴王の娘、クズルーンと結婚し、王子グンナルとブリュンヒルドとの結婚を手伝うことになる。炎の壁を越える試練を成し遂げられなかった、グンナルの代わりに、グンナルに変装したシュグルズはそれをこなしてブリュンヒルドと結婚する。初夜の床に置いて、 彼は二人の間に剣を置いて、共根をしなかった。シグルズとグンナルは、お互いの変装を解く。シグルズと、グズルーンは、スワンヒルドとシグムンドの二次を設けた。やがて、ブリュンヒルドと、グズルーンは、口論になり、グズルーンは、炎の壁を越えたのがシグルズであることを暴露し、証拠として、ブリュンヒルドの元から持ってきた指輪を見せる。ブリュンヒルドは、グンナルの弟、 グッドルムを使って、シグルズを殺させる。グッドルムは寝ているシグルズを刺し殺すが、シグルズは死ぬ前に剣を投げつけ、グッドルムを真二つにした。グッドルムは三歳のシグムンドも殺した。ブリュンヒルドは自殺し、シグルズと共にダビンに付された。1270年頃にアイスランドで編纂されたとされるシノエッダは様々な時代の神話や、 英雄譚を読んだ歌を収集したものである。シグルズの物語は詩のエッタに収められた英雄詩の中核を成している。しかし、シグルズの生涯に関する細部は詩によって矛盾しており、エッタ詩からシグルズの物語をはっきりと捉えることは難しい。一般的に、子、エッタに含まれる詩には900年以前のものはないと考えられており、13世紀になって書かれたものもあるとされる。 一見古そうに見える詩も古い様式を儀して書かれたものがあったり、また新しそうに見える詩も実は古い内容を作り直したものであったりするなど信頼できる年代の特定は不可能である。詩のエッタにおいてはシグルズはフランク人の王とされている。シンフィオトリの詩について、シンフィオトリの詩については フンディング殺しのヘルギの歌その2と、グリーピルの予言の間に挿入された短い3文である。シグルズは、フンディングの息子と戦って死んだ、シグムンドーとヒョルディース妃の間に生まれた王子であり、王の死後ヒャルプレク王の王子と再婚したヒョルディースは、ヒャルプレクの宮廷でシグルズを育てることを許された。グリーピルの予言、グリーピルの予言では、シグルズは、 母方のおじグリーピルの元を訪れ、自身の生涯についての予言を聞こうとする。グリーピル曰く、シグルズは、フンディングの息子であるリュウ、ファーブニルとタンヤシレギンを殺し、ニーベルングの秘宝を手に入れる。そしてあるバルキュリアを目覚めさせ、彼女からルーンを習うという。グリーピルはそれ以上何も言おうとしなかったが、シグルズは無理やり続けさせる。改めて曰く、シグルズは、 ヘイミル王のもとへ行き、ブリュンヒルドと婚約するが、牛器王の宮廷で、忘却の薬を飲まされてそのことを忘れてしまい、グズルーンと結婚する。そしてグンナル王のために、ブリュンヒルドを得て、共寝することなく、初夜を過ごす。しかし、ブリュンヒルドはこのペテンに気がつき、シグルズは自身の諸女を奪ったと主張して、グンナルに命じて、シグルズを殺させる。 グリーピルの予言はおそらく、フンリング殺しのヘルギの歌と以降のシグルズの物語を接続するために、比較的新しい時代に書かれたものと考えられている。若きシグルドについての歌3編、グリーピルの予言に続く詩は、写本では一つにまとまっているが、学術上、デギンの言葉、ファーブニルの言葉、シグルドリーバの言葉の3つに分けられている。 これらは古い要素を含んでいると考えられているが、詩自体は新しい時代のもののようである。この詩では、シグルズは2種類の描かれ方をしており、後期で霊利な王子とされる一方、タイヤシレギンに育てられたうつけ者であるという描写もある。タイヤに育てられた祖母者が自身の才覚というよりも超自然の助力のおかげで、鋭達するという校舎の描写の方が、 元々の人物像に近いと思われる。レギンの言葉、レギンの言葉では、キャルプレク王の宮廷に滞在していた、タンヤシ・レギンが、神々が、音の死の賠償のために集めた財宝のことを、シグルズに話す。音の兄弟であるファーブニルはその財宝を守り、竜に返事た。レギンは、シグルズにその竜を殺してほしいという。レギンは、グラムという名の剣を打ち、シグルズに与えたが、 シグルズは、竜を殺す前に、リュングビ王と他のフンディングの息子たちを殺すことを選ぶ。その途中シグルズは王人の同行を得る。戦いの末フンディングの息子たちを殺し、リュングビを地のしで処刑すると、レギンはシグルズの残虐さを褒めたたえる。ファーブニルの言葉、ファーブニルの言葉では、シグルズはレギンに付き添って、グニタヘイズに向かい、穴を掘る。 ファーブニルが穴の上を通った時、シグルズは下からその心臓をひとつきにする。ファーブニルは死ぬ間際、シグルズに知恵を授け、財宝にかかった呪いについて警告する。竜が倒れるや、稲や、レギンはその心臓をえぐり出し、シグルズに料理するように言う。シグルズは、心臓の焼け具合を指で確かめて、焼けどしてしまう。その指を口に入れると、シグルズは、 鳥の言葉がわかるようになり、レギンが彼を殺そうとしていることを知る。レギンを殺したシグルズは、炎に囲まれた宮殿へと赴くよう鳥に告げられる。そこには、バルキュアのシグルドリーバがいるという。シグルズは、財宝を馬に積み、そこへと向かった。シグルドリーバの言葉、シグルドリーバの言葉では、ヒンダルフィオルさんに向かったシグルズが、縦で作られた壁を見つける。 その中には、肌から直接生えているかのような鎧をまとって、眠っている女性がいた。シグルズが鎧を切り裂くと、シグルドリーバという名のそのバルキュラは目覚める。彼女は、シグルズに、ルーンや魔術を教え、助言を与えた。シグルズの歌断片シグルズの死体の上で投げくぐらに、シグルズの歌はその締めくくりの部分の断片のみが、残っている。その死は、 ほぐにとグンなるがシグルズを殺すべきか話し合う場面から始まる。ほぐには、シグルズと寝たというのは、ブリュンヒルドの虚言ではないかといぶかしむ。グンなるとほぐにの弟、グットルムが、森でシグルズを殺すと、ブリュンヒルドは、自身の剣が嘘であったことを認めた。この詩では、シグルズが殺されるのが寝床でなく森であるなど、大陸ゲルマンの伝承からの影響が見られる。 シグルズの詩について、シグルズの詩については、詩館に挿入された短い散文である。直前の詩では、シグルズは森で殺されたとあるが、寝床で殺されたとする他の詩もある、ということが書かれている。写本では次に続くし、グズルーの歌その一では、リングに向かう途中で殺されたとされる。シグルズの短い歌、シグルズの短い歌では、有機用の宮廷を訪れたシグルズが、 王子軍ナルとホグニとギ兄弟のちぎりを結ぶ。シグルズは妹姫、グズルーンと結婚し、軍ナルのためにブリュンヒルドを得るため尽力するが、決して彼女と共根はしなかった。しかしブリュンヒルドはシグルズを欲しがり、そうできないことがわかると彼を殺すことにした。グッドルームはねどこでシグルズを殺したが、シグルズは死ぬ直前に帰り討ちにする。 ブリュンヒルドはシグルズと同じ炎で仮装するように頼んで自害した。この詩はそれほど古くないものと考えられている。殺したファーブニルの血がついた親指を舐めるジークフリート、ボルスンガサガはシのエッタと並んで北欧、大陸の双方においてシグルズの物語が最も詳細に記載された文献である。シのエッタのプロットに非常に近い筋をたどるが、 著者が死のエッタを知っていたと示すものはない。著者はノルウェーで働いていて、シズレクのサガを知っていたと考えられており、したがって、ボルスンガサガは13世紀後半に作られたとされる。このサガでは、シグルズの物語の舞台をドイツでなくスカンディナビアとしている。このサガには、続編、ラグナル・ロズブロークのサガがあり、ラグナル・ロズブロークが、 シグルズとブリュンヒルドの娘アスラウグと結婚するというエピソードが加えられている。ボルスンがサガによれば、シグルズはシグムンド王とヒョルディース妃の間に生まれたとされる。王は恋がきであったリュングビと戦って死んだ。シグムンドの倒れた戦場に一人残されたヒョルディースは、そこでアールブ王に見染められ結婚することになるが、彼はシグムンドの遺品である壊れた剣を回収する。 いくばくもせず、ヒョルディースは、シグルズを生むが、シグルズは、ヒャルプレク王の宮廷に仕える、タイヤシレギンの下で育てられた。ある日、レギンは、シグルズに、ファーブニル竜の守る財宝の話を聞かせる。それは、ドベルフの音の死への賠償としてオーディンと、ロキとヘイニルから支払われたものであるという。シグルズは、レギンに、竜をほぐるための剣を作るよう頼むが、作られた剣を、 シグルズが金床に打ち付けるとどれも折れてしまった。最後にシグムンドの壊れた剣を打ち直してもらい、シグルズがその剣で試し切りをしてみると、金床は、ま、うたつになった。レギンは、財宝の分け前を要求するが、シグルズは、まず父のあだを取ることに決める。シグルズは、オーディンの助けを得て、兵を引き連れて、リュングビを攻め、殺す。その後、シグルズは、 竜を殺すべく竜の住まう国だフェーズに向かい、ファーブニルの通り道に掘った穴に身を隠した。ファーブニルが上を通った時、シグルズは下からその心臓をひとつきにして殺した。レギンが現れ、竜の血を飲み、竜の心臓を料理するようシグルズに言う。シグルズは焼け具合を確かめるために、指で心臓を触り、火傷してしまう。指を口に入れたシグルズは、鳥の声がわかるようになる。 鳥たちは、レギンが、シグルズを殺そうとしていて、レギンを殺せば、シグルズが財宝を独り占めして、ブリュンヒルドのところに行けるのに、などと話している。シグルズはこの言葉の通りに、レギンを殺し、財宝を得て、ブリュンヒルドの眠る地に向かう。彼女は盾に囲まれ、肌から直接生えているかのような鎧を着て眠っていた。シグルズは鎧を切り裂いて脱がし、ブリュンヒルドを目覚めさせる。 ブリュンヒルドとシュグルズは結婚の約束をし、ブリュンヒルドの義理の兄であるエイミローの宮廷でも改めて結婚を誓う。炎の壁の前に立つシュグルズと群なるその後、シュグルズは牛気王の宮廷を訪れる。非、グリームヒルドに忘れ薬を飲まされたシュグルズは、ブリュンヒルドとの婚約をすっかり忘れてしまい、牛気王の娘、グズルーンと結婚することに同意してしまう。シグルズは、 勇気王の息子グンナルと、グニと忠義の誓いを結び、義兄弟となる。その間に、グリームヒルドはグンナルを説得してブリュンヒルドと結婚させようとし、ブリュンヒルドの一族もそれに同意する。しかし、ブリュンヒルドは、城を回る、炎の壁を越えられないのならば、グンナルと結婚しないという。グンナルはこれをなすことができず、グリームヒルドから教わった呪文で、 互いの姿を交換する。グンナルの代わりに、シグルズが炎の壁を越えると、それができるのは、シグルズだけのはず、とブリュンヒルドは驚く。シグルズは3番ブリュンヒルドと寝床を共にするが、二人の間に剣を置いて過ごす。ブリュンヒルドとグンナル、グズルーンとシグルズは、同じ日に結婚する。ある日、川で水浴びをしているグズルーンとブリュンヒルドが、 お互いの夫のどちらが好奇かで揉める。グズルーンはブリュンヒルドに、グンナルとシグルズによるペテンを暴露し、その証拠として、シグルズがブリュンヒルドとの初夜にくすねた指輪を見せる。激行したブリュンヒルドは、復讐を求める。ブリュンヒルドに話をしに行ったシグルズは、お互いに愛を告白し、グズルーンと離婚してブリュンヒルドと結婚すると、提案する。ブリュンヒルドはそれを拒否し、 グンナルにシグルズを殺すよう求める。グンナルはシグルズと義兄弟になっていない弟、グットルムにシグルズを殺すように言う。グットルムは狼の肉を食べ、シグルズの寝室に押し入り、剣で背中を突き刺す。シグルズは反撃して、グットルムを殺し、グンナルを裏切ってなどいないことをクズルーンに伝え、生き耐えた。ブリュンヒルドは直後に自殺し、二人は同じ炎で、 ダビンに付された。スカンディナビアのシグルド伝説は、北欧各地で採集された多くのバラットにも、その形を残している。とはいえ、単に固有名詞を使っているだけで、元の伝承とはあまり共通点のないものも多い。デンマークとスウェーデンデンマークのバラットには、シグルズを取り上げているものがある。そのうちのいくつかはスウェーデンにも編集が確認できる。これらのバラットは、 スカンディナビアと大陸の双方の資料を下敷きにしているようである。元早き若者シバルドというバラットでは、シグルズは、系譜を殺し、ジャジャウマグラムをなんとか買って、ベルンにいる、おじのもとへ向かう。ある編集では、シグルズが、町の城壁を飛び越えた後に落馬して死ぬ場面で死が、終わる。シバルドとブリニルドというバラットでは、シグルズは、草山でブリュンヒルドを勝ち取り、 友人のハーゲンに与える。ブリュンヒルドはシグルズの妻シグニルドと争い、シグニルドはブリュンヒルドがシグルズに愛の証として送った指輪を見せる。ブリュンヒルドはハーゲンにシグルズを殺すように言い、ハーゲンはまずシグルズから剣を借りて、その剣でシグルズを殺す。ハーゲンはシグルズの首をブリュンヒルドに見せ、その後彼への愛を口にしたブリュンヒルドのことも殺す。 ディーデリク王とその戦士たちというバラットでは、シグルズはディードリクの戦士、フムルングと戦う。シグルズは、フムルングを下すが、フムルングが自分の親戚であることに気づいた。彼は、自分を歌詞の木に縛り付け、フムルングが勝ったかのように見せかけた。ビドレクは、フムルングのことを信じず、確かめようとすると、シグルズは、歌詞の木を地面から引き剥がし、 背負ったまま家に帰った。ディーデリク王とシシというバラットでは、シグルズは竜によって殺されたと言われる。民族学者のスベングルントビは、この設定は、シグルズというより、オルトニットと一致すると述べている。ノルウェー、若者シグルズというノルウェーのバラットでは、シグルズが名バグラムを選び、それにまたがってグレープの元に向かう。このバラッドは各所に古風な特徴があるが、 実際のところ記録されたのは19世紀が最初である。フェロー諸島グラニにまたがり円の壁を越えるシウルズル。フェロー諸島ではシグルズに関するバラットはシグルズの区別イとして知られる。これらのバラットはシズリクのサガやボルスンガサガからの内容を含んでいる。バラットの原型は14世紀に遡ると考えられるが明らかにデンマークのバラットの影響を受けた編集が多く。 存在する。タイヤ・シレギンや、ブリュンヒルドの歌、ホグニの歌といったバラットもある。タイヤ・シレギンは、失われた、エッタ氏に基づいている、可能性がある。フェロー諸島のバラットには、シグルズの、竜殺し、財宝の獲得、グズルーンとブリュンヒルドへの求婚、そしてその死といったエピソードが含まれている。これらは、すべて18世紀以降に記録されたものである。 シグルズの若き日の冒険を描いたと考えられる図像がスカンディナビアや北欧の影響、支配を受けたブリテンの一部地域で見つかっている。しかし、特に古いものでは不明瞭な図像も多く、描かれたものがシグルズであるかどうかは論争の種になっている。サングエサやナポリ、北、ドイツで見つかった図像がシグルズを描いたものとする主張もあるが、すべて反爆されている。 デンマークで見つかったもので、確かにシグルズであるという根拠のあるものは一つもない。図像学的には、シグルズがファーブニルを殺している場面と同定できるのは、下から竜を殺している場合であり、竜や怪物と戦う戦士を描く他の描写と区別される。現存するシグルズの図像は、教会や十字に描かれたものが多い。これはおそらく、 シグルズの竜殺しがキリストのサタン長服を予示していると考えられたためであろう。同じく竜殺しで知られ、スカンディナビアのキリスト教家において重要な役割を果たした大天使ミカエルと同一視された可能性もある。スウェーデン剣を持つシグルズ、指輪を持つアンドバリ、核配を持つシグルドリーバースウェーデンにあるシグルズの 図像は、ほとんどが11世紀まで遡る、灯されるルーン石碑に描かれたものである。中でも、セーデルマンランド地方にあるラムスン彫刻画と、その模写とされるイエク石碑が、最も古く、ファーブニルを殺す、シグルズ、タンヤ道具に囲まれた首なしのレギン、ファーブニルの心臓を焼くシグルズ、グラニにまたがるシグルズに助言をする小鳥などが描かれている。ウップランド地方には、 ドレブレ石碑と、その模写である、ストーリャラムシェ石碑があり、いずれにもファーブニルを殺すシグルズが描かれている。イエストリークランド地方のオーレスン石碑、オッケルブー石碑、エステルフェーネブー石碑にも、シグルズが描かれている。シグルズは、ファーブニルを突き刺す形で描かれており、その剣は、ユのルーンをかたどっている。描かれた他の場面は、シグルズ伝説のものとは一致せず、 書かれている文章も無関係のものである。ブリテン諸島、アンドラス教会十字万島のカークアンドラス、マルー、ジャービー、マカルドの4箇所には石十字の一部が残っており、そこにファーブニルを下から突き刺すシグルズの絵が描かれている。他にはファーブニルの心臓を焼く場面や鳥からの助言を受ける場面、そしてグラニと思われる馬の絵もある。 これらの十字は千年前後のものと考えられている。イングランドにも数多くの図画が残されており、おそらくノルマン支配の時代の頃のもののようである。ランカシャーにあるヒーシャムのホッグバックにはファーブニルの腹を突き刺すシュグルズがグラムと共に描かれている。これはキリスト教の影響を受けていないと思われるブリテンで数少ないモニュメントの一つである。 近くにあるハルトンの十字架には、シグルズの剣を鍛えるレギンと、ファーブニルの心臓を焼くシグルズが、自分の指を舐めている場面が描かれている。図像学的に満頭の図画との類似が認められる。ヨークシャーには、少なくとも三つの図画が残っている。日本大聖堂の十字架の残存部、カービーヒルの境界の十字架、および模写のみ現存する、カービーヒルのもう一つの十字架残存部である。 前二者には、ファーブニルの心臓を焼きながら、指を加えるシュグルズが、最後の一つには、心臓に剣を突き立てられたファーブニルが描かれている。ヨークミンスターには、首を切られたレギンと指を舐めるシュグルズ、グラニと思われる馬と、焚き火、そしてほふられたファーブニルを描いたと思われる墓石があるが、ひどく擦り切れてよりはっきりはしない。 ノルウェー12世紀後半から13世紀初頭以降のノルウェーの教会には正面門にシグルズの物語の場面を描いたところが多い。最も有名なのはヒーレスタスターブ教会で1200年頃のものである。この教会の門にはレギンが火事場にいる場面やシグルズが竜と戦いほふる場面、心臓を炙り指を舐め鳥の言葉を聞きレギンを殺す場面など 伝説の様々な場面が描かれている。ベグスダルスターブ教会のものは、ほぼ物語を網羅している。図像によっては、旧約聖書の英雄と並べて描かれていることもある。シグルズの竜殺しを描いたこれら正面門の図像群より古い二つの石彫りも、ノルウェーの教会で見つかっている。ラムズン彫刻がジークフリートの伝説が、どのように発展したのかをたどるのは難しい。 もし、その起源が、シギベルト一世にあるというのが正しいなら、伝承となった最初期の要素は、二人の女性の争い、すなわち、史実では、アウストラシアのブルンヒルドと、フレデグンド、物語では、クリームヒルド・グズルーンとブルンヒルドの争いの結果として、殺されるという部分であったと考えられる。しかし、現在文献で確認できる最古の物語は、むしろ、竜殺しであり、 このことは、シグルズが純粋に神話的な起源を持っていた、あるいは史実と神話の混合物として生まれたとする、論を支持するものである。シグルズが、ボルスング族を経由して、オーディンの血を引いているという記述は、ボルスングが佐賀にしかないが、これが古くは、大陸と北欧で共通していた、伝承なのか、スカンディナビアの資料でのみ発展した要素であるのかは、はっきりしない。 アングロサクソン族やフランク族、あるいは他のニシュゲルマン部族においても、大抵王族の系譜は、ボーダンやガウトのような神話上の存在を思想に置いていることから考えれば、シグルズが神々の系譜上に置かれることは伝承として古い可能性がある。ボルフガング・ハウブリッヒは、アングロサクソンの国でラ王国の系譜には、死にマイナスから始まる、似たような名前が多い上に、その思想を、 ボータンととしてていいるることに触れている大陸でも北欧でもジークフリートの父とされるジークムントとジークフリートの関係については様々な解釈がある。注目すべきはスカンディナビアにおいてシグルズは古くても11世紀までしか遡れないがシグムンドの名前はスカンディナビアやイングランドでより古い文献に確認できることである。化したザイフリートを代表として 国王でも、大陸でも幼少期のジークフリートを親を知らぬ、孤児として森に配置していることから見て、おそらく、ジークムントを父とする伝承は、構成発達したものであると考えられる。カタリン・ツラヌは、孤児ジークフリートに騎手としての性格を与えるためだけに、ジークムントの息子とされたのだと述べている。これは、物語上では、父の死の復讐として、 フンディングの息子たちを殺すという筋として立ち現れていることになる。ジークムントに関する声語の伝承の存在が事態をさらにややこしくしている。ベオウルフではジークムントが竜を殺し財宝を得ているのである。これはジークフリートの物語の珍しい一変集と見ることもできるが、もともと竜殺しはジークムントであって、その辞席が息子に移されたと見ることも可能ではある。 そもそもは、ジークムントとジークフリートは同一の存在で、後に、父と息子に分かたれたという説もあり得る。ジョン・マキネルによれば、ジークフリートは11世紀半ばになるまで竜殺しとは、されていなかったという。一方、ハーマン・ライカートは、二つの竜殺しは、根源的に関係がない別のものであると論じている。つまり、ジークフリートは若い頃に、英雄へのイニシエーションとして、 竜を殺したのであり、置いてから竜を殺したジークムントの物語を同様に解釈することはできないとする。竜殺しの場面は11世紀のラムスン彫刻画とその模写であるイエク石碑に確認できる。いずれの石碑も後の北欧神話で確認できる内容と一致する物語の要素を描いている。大陸においても北欧においてもジークフリートは竜を殺すことで、 超人的能力を得る。北欧の資料では、シグルズは、竜の血を舐め心臓を喰らうことで鳥の言葉がわかるようになる。大陸のものでは、ジークフリートは、竜の血を浴びて、核のように強靭な皮膚を得る。大陸の資料では、ニーベルングの財宝の獲得と竜殺しは別々の出来事である。シズレクの佐賀ではそもそも財宝の獲得への言及がない。一方、 北欧の伝承では、二つの出来事が結びつけられ、すべての資料ではないにせよブリュンヒルドの目覚めと父の復讐も合わせて言及される。物語が北欧で伝承される中で、シグルズの若い頃の出来事が本質的に作り直されてきた可能性がある。乙女、ブリュンヒルドを目覚めさせる話は北欧の伝承にしか存在しないが、元々の交渉では、 流殺しに付随するエピソードであったかもしれない。なぜなら、ニーベルンゲンの歌でも、ジークフリートとブルンヒルトが顔見知りであるような、書きぶりになっているからである。とはいえ、これらの説ははっきりとしたものではない。中世後期の、格式化した財フリートにおいて、クリームヒルトを助け出す話は、シグルズが乙女を助ける現象を反映したものである、可能性がある。財宝の出所を、 神々によって支払われた、呪われた身の白金であるとするのは、後世に北欧のみで発展した要素であると、みなされている。ラムスン彫刻画でも確認できるように、ジークフリートがカジヤに育てられたという話は、早い段階で存在したものである。ニーベルンゲンの歌にはこの話がないものの、ボルムスのバラ園や、中世後期の、格質化したザイフリートの歌にはあり、ドイツにおいても、 この伝承があったことを示している。えったし、アトリの歌にあるようなアッティラによるブルグント族の滅亡の場面とシグルズの物語はもともとは無関係であったというのが通説である。これを結びつけている最も古い資料はニーベルンゲンの歌であり、実際にはもう少し古くからあったと思われるものの、それがいつ頃であったかを見積もるのは難しい。この接続によって、 ドイツの伝承では、シュグルズの未亡人の役割が変わっており、兄弟の復讐ではなく、夫の復讐をすることになっている。帝国権を鍛え直すジークフリートジークフリートを、からかうラインの乙女たち、格質化したザイフリートの歌やその三文本、19世紀まで出版され続けた、格質化したジークフリートの物語を通じて、 ジークフリートはドイツで非常に人気のあるキャラクターとなった。1660年にはジークフリートとフロリ軍団の息子、レイバルデスを描いた続編、騎士、レイバルデスが書かれたことからも当時の三文本の人気が伺える。一方、ニーベルンゲンの歌は1775年に再発見されるまでは忘れ去られていた。 シグルズに関するスカンディナビアの資料の大部分は、いわゆるスカンディナビアルネサンスのおかげで、近代初期から19世紀にかけて、かなりの知名度を得ていた。結果として、エッタ氏の知識が、スカンディナビアで伝承された民衆バラットに影響した。当初ドイツにおいては、ジークフリートというキャラクターは主に感傷的な視点から捉えられた。このことは、当時ジークフリートを描いた絵に、 クリームヒルトとの出会いや別れ、結婚を描いたものが多かったことからも見て取れる。とはいえ、16世紀からすでにドイツの英雄として認知、されていたアルミニウスとの関係を論じる試みに、見られるように、ジークフリートを国民の象徴として捉えようとするナショナリスト的論調もすでに存在した。シグルズに関する北欧の伝承がもたらされると、それはより、 原型に近くゲルマン的であるとみなされ、様々な形でニーベルンゲンの歌との直接的な関わりにとって変わった。このことがリヒャルト・ワーグナーの楽劇、ニーベルングの指輪におけるジークフリートの造形に与えた影響は非常に大きい。ワーグナーが描いたジークフリート像は現代の一般的なイメージに甚大な影響を与えた。ドイツ帝国の建国に伴って、 ジークフリートのイメージはよりナショナリスト的要素を帯びていった。ジークフリートはドイツ帝国を象徴する英雄とみなされ、北欧の伝承において父の剣を打ち直したエピソードはビスマルクによるドイツ民族の再統一になぞらえられた。この時期に作られたジークフリートの絵画、記念碑、噴水などは非常に多い。第一次世界大戦において、 帝政ドイツが敗北すると、左翼が勝手に停戦合意をしたために負けたという右翼による、いわゆる背後の位置付きのプロパガンダにおいて、ハーゲンによるジークフリートの暗殺のエピソードが広く用いられた。この対比はアドルフ・ヒトラーの我が闘争やパウル・ホン・ヒンデンブルクの遺書に明確に現れている。ナチのプロパガンダにおいて、ジークフリートは健康で、 競争なドイツ男子の特質を象徴するものとされた。暗殺の場面が描かれる場合、ハーゲンは朝黒く描かれ、ヒゲルマン人種の本質的邪悪を主張するナチの人種政策を表現するために沿用された。ドイツ、北欧以外におけるジークフリートのイメージは、基本的にワーグナーの指輪での描写を介したり、少なくともその影響を受けたりしたものである。ありがとうございます。